皆さんこんにちは。それではですね、来年度の担当合格を目指してということでね、お話をしたいと思います。卓越試験は今年から仕切りがありましてね、結構難しくなった反面、問題としては結構優しいんですよね。ただ全体として39点で、かつ各科目とも4点未満以上取れるっていうことになると結構まだ難しかったのかもしれません。で、大体は1、2年ぐらい勉強すると30数点までいくんですね。で、30数点までいくんだけど、そこからの4点5点って自分で果たしてやっていてできるんでしょうかというと、結構実は難しいのが卓越試験なんですね。なぜかというと、不得意だけど1から240あるでしょ。で、1点あげるってことは全部それを、全部それを理解しなかったら1点って上がらないんですよ。で、それが5点6点って上げるとなると結構大変ね。で、自分だけでちゃんとできるか、ないしは問題集だけやってできるんですかというと結構難しいかもしれません。もしかするとインプットが不正確ってことは結構あるんだね。ないしはアウトができていませんって方もいらっしゃるかと思うんです。で、一つの、基準として講座を設けておりますので、これに従ってやってもらいたいかなと思ってるんです。まず今年の試験で33よりも以上の方ね、でもこれでもあんまり足りないかなと思うけど、これは2年目の担当実践で受けてもいいかと思っています。で、内容としては全部で35回あって、インプットのポイントね、インプットが担当アドバンスって言われてくる定番で私やりますけども、それが約24回あります。残った11回目がアウトプットをずっとやりましょうっていうね、講座になっておりまして、パンフレット見てみてください。3構成になっておりましてやっていきますから、33点ぐらいあるんだったらついてこれるかなと思います。かつ効率的かもしれません。やっぱね、インだけではなくてアウトもやっぱやらないとできないでしょう。ただ自分でやっただけで33しかいかないわけですよ。ということは何か足りないんですね。そのアウトのやり方が悪いとか理解がちゃんとできていないから33点にとどまってるんだと思います。で、その方はぜひ担当実践、7月18日の月曜日に水道橋でありますので、1回目はこれ確か舞台ができたはずでありますので、ぜひまず来てもらいたいと思っています。で、その一方でこれも言っておりませんとなると、やっぱ結構厳しいんですね。卓越って基礎ベースが全くできていないってことです。特に今年の問題に限って言うならば、足切りでかかってしまった方はもうしょうがないと思ってるんだけど、全体で33もいけませんって話になると、問題も結構優しかったからね、去年から比べると。となると基礎ベースが全く多分できていないんですよ。やり直しっていう感もあるし、何しはそれができなくっても短期基礎っていうところでインプット46回やるんです。特にワイド講座の方ではね、そっちを検討してもらっても構わないかもしれません。で、こちらは24日から始まります。やっぱインの数がこちらの上は24回なんだね。上はインが、アウトが11回で全部で35回です。しかし下の短期基礎ってなるとインプットだけで46回ありますんで、やっぱ倍ぐらい違うんです。で、なると当然スピードも違ってくるだろうし、あと喋る方も違ってくるわけね。懇切丁寧っていうと検定丁寧っていうのが下になってくるわけです。それも検討することも一つでしょう。で、あるいは初受験の方、ないしは受験からもう相当時間経ってしまって基礎が全く分かりませんという方は、空き性がもうありますので、私多分今年やるのは担当即習ってやつで、担当絶対受かりましょうねっていうコースです、ね、もちろん論文も含めてやることは問題がないかなと思いますけど、一面実現性が高いのは担当中心とした勉強ということだと思うんですね。今そんなに簡単に一発で受からないですから。で、そうなると一番実現性が高いのは担当受かりましょうねっていうコースになります。担当即習というのが9月ぐらいからありますので、そっちを検討してもらっても結構です。で、ちなみに言っておきますよ、この講座は一応担当の銘打ってますけど、中でちゃんと条文の趣旨とか、ないしは立法の権威とか、あるいは論文の論点とか、ハンネル射程とか全部言ってきますので、言ってみたら論文の知識の講座でもあったりするわけね。それも含めてよく検討してみていただきたいと思っております。